国民総生産とかって GDP っていうのがありますよね。あれはあの要はあれ給料にあの相関してるわけなんで、人口が今の3分の2ぐらいになってですね、今と同じ給料だったら GDP も3分の2になるわけですね。でそれはやっぱり日本としての繁栄はないだろうと。で逆に言うと若者は今の2分の3倍ぐらい、ね、少なくともあの今よりは 20% 増し 30% 増しの給料を稼ぐような能力を身につけないといけないと。でそのためにはやはり人工知能では及ばないスキルなり知識をあの身につける必要があるというようなことが、まあ、この DRI 教育の根底にもございます。まあ、AI があの非常にあの我々の生活の中に大きく入ってくる時代になった時に、より必要になるのが一つはやっぱり想像力って言われてるんですね。抽象的であったり複雑なあの様々な事象、これあの人間の社会って相当複雑な事象の方が多いわけですので、それをあの解きほぐして整理してあの、まあ、あの課題解決の方に持っていくということは非常に重要なスキルで、これはなかなかあの AI ではできないと言われてますね。それはなぜかって言ったら、そのなかなか深層学習というのでは前もって学習できないようなこともありますので、まあ、その辺のところはあの人間がよりあの優位に立てるところじゃないかと思いますね。社会的な知とかソーシャルインテリジェンスとかコミュニケーション能力って言ってもいいかもしれないんですけれども、あのまあ、人と人とどうやってコミュニケーションをうまく取るかとか気づいてあげるかとか、あそういった、まあ、気を利かせることとか、うん、そういうことって多分あの人工知能にはできないところで、うんはい、よりだからその、コミュニケーションスキル の高い人がやっぱりこれから求められるというかね、うん、でまたコミュニケーションスキルが生かされるような仕事が多分人に残されてくるということになるんで、うん、まあこれも非常に重要だろうと。もう一つはあのリスクマネジメントにも非常に関係するんですけども、あの必ずその今まで我々には予測できないようなことが起こってくると。これはもうちょっと最近身の回り見ててもそういう気がしてしょうがないんですけれども、これまで人類があのまあ直面してこなかったような問題、例えばマイクロプラスチックの今の問題もそうだと思うんですね。あんなに便利だったプラスチックがえらいことになってますよね。まあ、こういったあの今まで直面していた問題に対しては、それはあの未経験の問題をあのこれからあの対応していかないといけないって、これは人工知能にはちょっと一番苦手なところで、いわゆるその前もっての情報のインプットがありませんの でこういう未経験のものも、まあこのデザイン思考教育の中の基盤になっているロジカル思考教育っていうのがあるんですけども、これ非常に重要なんですけども、そういったスキルを使って一つ一つ解きほぐして、新しいこう自分が今まで未経験の問題でも対応できるという、まあ、こんな能力はやはりあの身につけた人が強いし、まあ、日本人の若者の多くがそれを身につけてくれると、あの GDP も下がらずにむしろ増えるんじゃないかなという、まあ、そんなふうなことを考えてますね。